皆さんこんにちは。本日はダイソーの園芸用噴霧器をフォームガンにカスタムする動画を作成いたしましたので、よろしければご視聴ください。購入した商品はこちら、ダイソーの300円の商品、税込み330円になります。使用する洗剤も同じくダイソーで購入したアロエマイルド、こちらを使っていきます。台所用洗剤を洗車目的で使用する場合は、弱酸性とかだと樹脂やゴムパーツを傷めてしまう場合がありますので、必ず中性と表示されている洗剤をご利用ください。それではフォームガンを作成していきます。まずはボトルからポンプを外して、細い方のチューブに空気を取り込む用の穴を開けていきます。だいたい縁から 2,3 センチ下のところに画鋲で穴を開けます。次にきめ細やかな泡を出すためにノズルキャップを外して中に詰め物をしていきます。私の場合はメラミンスポンジ激落ちくんをちぎって詰めています。これでカスタムは完了ですので、早速お風呂場で試し打ちしていきます。この洗剤ボトルの色に騙されました。中身は無色透明です。正直どんだけ入ってるのかわからん。参考にしたウェブサイトによると、だいたい50倍希釈を目安としていたので、まあ、このぐらいまで入れています。水がもったいないので結局は蛇口で水を入れました。何回かやってみて分かったんですけれども、この緑の空気穴から多少空気が漏れるぐらいまでプッシュするとちょうどいい感じで泡が出るようになります。これはちょっと弱かったので追加でプッシュしています。これこれ、なかなかいい感じで泡が出ているのではないでしょうか。ちょっと泡持ちが悪い気がするんですけれども、外で本番行ってみましょう。缶コーヒーはタリーズブラックが一番うまい。ついついサボりがちなリアノスプロケットをフォームガンでモコモコにしていきます。今少し空気が漏れる音が聞こえたかもしれないんですけれども、そのぐらいまでプッシュするとなかなかいい勢いで泡を吹きつけることができます。これこれ、これがやりたかった。はい、気持ちいい。時折現れる虹を楽しみながら水洗いしていきます。1回じゃ満足しなかったので 2,3 回モコモコにしてます。こちらが洗車前のスプロケットになります。でこちらが洗車後、分かりにくいですが並べてみるとスプロケの銀色の輝きが復活しているのが分かると思います。ピカピカにするにはやはりブラシでこすらないとダメなようです。まあ300円でここまで綺麗になるのであれば個人的には満足です。自転車だけじゃなくて車のホイールの洗車とかにも使えると思いますので、よろしければお試しください。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。